ジー先輩です。ノクタン。ジー子だよ、ノクタン。また踊ってる。さてと。地下墓地にいたのでしたね。このエリアはおそらく制覇したでしょう。見た感じ全部言ってるみたいね。そうそう、これがあったんだ。ちょっと悲しい結末だったよねー。いい人になってました。ここは竹のエリアだな。前回途中まで進んだので、そこまで行き、行った？行ったの。痛かったの。はい、ここまででしたね。左の隠しエリアの緑コインを取ったのでした。そうだったね。その続きですね。変化した方がいいのか？とりあえず見ると変化したくなるよね。正しいのかわからないときは、とりあえず新しい未来を進んでいけばいいか。セリフはかっこいい。ぐう、見えなかった。未来は見てるけど足元はおろそかね。面目ない。ここら辺は特に変化ないのかな？隠しエリアがないとあまり変わりはないのかも。ですかねー。これとか意味ありげだけど。ああ、行っちゃった。手裏剣がさらに強くなっているので、実質3回まで当たります。そうか、炎も含めてだね。普通に進むだけだけど、ここは掴めないんだな。それを切って飛ぶんだ。なかなかハードなことを要求するな。敵を切ってもいいのね。ここの過去の姿をもはや覚えてません。本当に来ました。ここはなんか覚えてるよ。ああ、間違いなく来てますよね。あ、ここか。気になってきたはいいけど、未来でも登れないんだな。扉が開いてないんだよね。もう進むための忍術は揃っているので、最初に来た時よりも簡単な方法で、進める場所もありますね。滑空とかグラップルとかね。もう少しで緑コインか。ああ、つかめないか。しまった。手裏剣もいい感じで使っていきたい。だいぶ難易度は高くなってますからね。上がありそうだけどないのか。さて、ここの下にありますね。ここだな。スイッチがない。ああ、こっちだ。なるほどね。向こうは出口かもね。きっとそうでしょう。よし。わかりにくいけどセーブがあった。先輩イコール落下かよ。
これは難しいね。邪魔しないでいただきたい。ああ。落ちるのを待つしかない。ですよねー。でもセーブが近くでよかったね。こればっかりは助かります。あちょ。早いから。入力ラグがきつすぎて。一回ないくせに。こうやればいいんですねー。いやー、ここで発見したことにより、この後どれほど助かったことか。まあそれでも苦労してますけども。さらに辛い場面が多いのね。ふう、苦労してようやくゲット。はいはい。一緒に動くのかわいい。そろそろ帰るんじゃないか。お、やっぱり。早くなったねー。かけらをあまり食べさせてません。さて、移動はほとんど変化なかったので、見どころがありそうなところだけ抜粋。これまたなかなかの難度だね。何度もやられそうです。そういう時に限ってうまくいくんだよな。くだらないこと言うからよ。右下のあれか。はいはい。一瞬ビビりますが、ただのタイミングですね。は？挟まった。そんなのってあり。上に行った時に進んだ方がいいな。まさかあそこで挟まれるなんて。今度も危ないよ。ここも上に行った時だな。捕まるとダメなんですって。ひえ？びっくりさせないでよ。一番びっくりしたの私ですから。それはそうだけど。え、帰り道が安全じゃないだと。あれ、右が進むルートか。左から来るはずだったんだね。この先にもあるな。あ、もしかしてこの下もか。マップは違う気がするけど。体を張って確かめるタイプの忍者です。まったく。もうちょっと早く上がらないものか。邪魔がすごいね。ここ確かに下に行けそう。なかなかの恐怖ですよ。あ、塊だ。変化ラインもあるね。なるほどな。あ、でもこの姿だと同じかだよな。やっぱり未来のまま進もう。ああ、右にあったね。しかもあれは過去で行けるのかよ。なんだよ。でも今のシーンは見覚えあったでしょ。あ、もしかしてオープニング。はい、ようやく追いつきましたね。こんなに進んでたんだねー。楽しすぎて一気に進めてたんです。え、戻れない？お、行けたか。
びっくりしたー。じゃあ過去に戻って進みましょう。最初降りた時は滑空がなかったんだよね。そうそう、この次のエリアでもらえたのでした。だからここは絶対来れなかったんだ。そうなんです。右上は未来じゃないと無理か。左は過去じゃないと無理ね。はい。あ、ここもオープニングだ。実はそうなんです。これで全て見れたかな。これは挟まれたら一撃か。くぅ、炎が邪魔すぎる。なんだと。すぐ捕まらないとダメだね。むず。こことかいけるのか。あれ？いけちゃった。え、なんかすり抜けたように見えたけど、大丈夫なのかしら。まあいけたんだから大丈夫なのでしょう。この構造ってなんか。お、あいつは。やっぱり合ってたのか。狭いところが怖いってことですね。なんか軽薄なんだよな。寝てたの。助けてくれて、じゃないのか。まあいいや。なぜこんなところにいたんだ。めっちゃ早い。安全だとわかっているところは、こんな感じで進んでいるんですよ。まるで忍者みたいでしょ。え、あ、うん。なんてことだ。これは難しいぞ。あれ？ここってさっきのところじゃない？そうだね。どういうことだ？しかもこれだといけないから、こうか。これ、やっぱり反対に進んでる。なんかそうっぽいね。ほら、やっぱりさっきのところ。上に登れたらまずかったんだよ。そうかもしれないなぁ。逆走してたんだな。ま、どっちにしてもやられるっていうね。これにて竹の渓流も終わりかな。うん、見た感じは終わった。よっしゃー。右下に緑コインの数が出てるので、どこが残っているのかわかります。これだけでもありがたいね。ここはどこだっけ？おたけびどうか。ここもいずれ来なくちゃな。まだいいや。ここは雪山だろうな。例の曲の。16ビットバージョンもいいですねー。こんなところにポータルがあるけど、エリアは下に長いんだな。
すぐそこが頂上か。ちょ。まあ今のはお試しでしたので、一回さっき助けたセマッコアを、見に行ってみようかと思います。割と遠いんだぞ。なのに話せないという。あと二人か。それで橋が治るのね。このエリアはだいぶ先になりそうだな。あ、地下墓地だったのか。じゃあいいや。そうだな。とりあえず頂上まで行ってみるか。音楽を聴きながら。いいね。あ、もう到着。聞いてる暇もない。ああ、これって。そうだ、上だよ。500年もここで待ってたのか。そうか、そうなっちゃうんだ。15分後から500年もの間。何匹も遠くなる話なんだ。そうか。時の塔がなくなっているから、この先の世界に進めないんだ。この杖が飛ばしてくれるの。そういう役割だったのですね。ああ、それは持ってますよ。先に棺桶に行ってきたので。ラックス人がかわいそうすぎる。今思えばかわいいやつでしたね。あとちょっとで1000じゃないですか。ほんとだー。これで一つ覚えられます。やったー。残り一つね。最後は確か2000ですよ。じゃあお願いしようかな。ということで、雪山探索しようと思ったけど、流れでまた戻ってきちゃいました。そうだ、ここスタート地点だ。16ビットはここからでしたね。適度に散らばってる感じだな。よし、じゃあ次回はここを探索しましょう。緑コインも行ってない場所も多いね。今度は8ビットでの探索になるかな。ということでお楽しみに、ノクターン。またね、ノクターン。